インターネットをご覧の皆様、こんにちは。ババおっさんですがヤングだよ。ヤングだよ。だよ今日もネチケットに気をつけて、<で>レオコと一緒に頑張ります、うん。よろしくお願いします。ね。はい、お便り来てます。<laughs> うん、来てますよ。なんか冒頭あの発音変えていく。 音程変えていくパターンかなとと思ったんですけどあ全然なな、あのー、なんんかかああのののも考えててていんでにに気をつけやああそれであの東北の人バカにしてるでしょってうほど。 今日もネズケットにって言ったら、僕ちょっとよし行くぞリリースしてみたいんですけど、すみませんなんか怒られそうなバカにはしてないです。なるほど。すみません。はい。難しいところ。ええええ。本当ね、世の中ギスギスしてますから。本当ですよね。この日曜日の夕方だけはね、ほっこり和気あいあいといきましょう。ね、素敵なお便り読んでください森本さん。では素敵なお便り紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい。ネルネームマリンさんの彼氏です。マリンさんの彼氏。 分かった、来店で会ったことあるんですけど。彼女さんがマリンちゃんといんです。ああ、そういうことか。あ、そういうことね。それで、覚えてる。ああ、ああ。彼氏の名前は、全く一生覚えられそうにない。ああ。さんも、サんもとかじゃなかった。じゃなかっもう、マリンのって言われる。あ、マリンちゃんどう。すごいよね、アイデンティティが、もう彼氏ってなるってさ。そうです、私がマリンの彼氏です。みたいな、そう、そういう感じになってる。 方からいただいたんです、ね。はい、いただきました。はい、えヤングさん、レオ子さん、税働の社員の皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、ネルネームマリンさんの彼氏です。はい。いつも楽しく拝見させていただいております。ますさて。 普段人と話していてえ他の人には何とも思わなくても自分にとっては名言みたいなのってありますよね何やろ何か本当にありますよねお頼りっぽいです特にヤングさんそれが多くえしご外されてや 一度や二度や三度や四度ではないんです。私の中では名言で。そうなん。何気なく裏ワイドでよ。はしご外されたって言うじゃん、よく。言いますけど俺こいつらにはしご外されてばっかりやもんな。あれ降りれないみたいな。よくありますよ。こいつらを。押し上げるでしょう。あれっつって。ありそう。 ハシゴを外されてとかでも確かにヤングさんでもハシゴを外されててよく言ってるイメージある。でよく外されてるから体験談として。あとまあ一度や二度や三度や四度ではないってね。いうねいういう。は私の中では名言で普段も使わせていただいております。勝手好きにやってる。お気に入りらしい。マル C 俺じゃねえからどうぞヤングさんレオコさんはそのような周りのライターさんの名言はありますでしょうか。名言ってか言ってるのが気になる。 ちなみに一岡さんの「よくしゃべるインコだな」<laughs> <laughs> それもわしないか <laughs> え名言ですがあの色の服を着てる人を見るとめちゃくちゃ言いたくなりますが言えません <laughs> <laughs> あのねうぐいす色のちょっとハイネックのあ,のあったんですよ。でなんかちょっとあこんなのあんま着たことないし着いてこうかなと思って買って着ていったら。<laughs> な,良くない方向にあの <laughs> なんで <laughs> それみたいになって <laughs> <laughs> ほんで2回目ぐらい行ってなんか前工場みたいな裏ワイドとかで何かんか喋ってたら <laughs> 勝手に僕が一方的にねさしたいちお子さんが、うん、おようしゃべるインコやなーって。<laughs> <laughs> <laughs> 喋ゃんのが仕事やっちゅう。<laughs> 本当いいす、ね、いやです取り扱いですよ、芝居の。それが、うん、あの、マリンの彼氏にささっとんのや。はしご外されたと、そうですか。わからないですね、人の脳みそってね。あれでも、正確な、あれは覚えてないんですけど。うん、一回ヤングチャンネルでも、ちょっと使ってた。うん しきつよさんと伊藤さんがじゃんけんして、うん、あ、にらめっこかな。<laughs> にらめっこ。にらめっこしたときに <laughs>、伊藤さんがバーンってできておうおう、お前とは何,何が違うって言ったっな。覚あそう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 。<laughs> お前さん覚違うんだよあの、だからこうにらめっこしてるじゃないですか。にら <laughs> アップップってなったときに伊藤がこうやってう 自分の髪をブチてむって無したら、もうあの引き強さテクニカルノックアウトですよ。綺麗にダウンしましたよもう辺はずダン屋で、でお前とは覚悟は違うんだよっていう。あれは好きでしたね。伊藤のあれは覚悟。てめえとは覚悟が違うわ。う名言ですよね。名言、うん。あれはいろんな人の心を刺さってますよ。何の覚悟っていう話ですけど。<laughs> 確かに。使う場面はあんまないです。あんまないです。あんまないです。よ<当>やっぱ流れがあってこそ。 っうあれはすごいでですすよねあああれれれ撮影ネストささんお友達レオが刺さっとんのやは印象に残ります、ね、はい。 ああとなんかかんのかな,んなんかヤン,んヤンクさんでもあの製造機ですよね名言製造機ですよね<う>全然覚えてないよ何にも、うん、自分が喋ったのではでこんなんか思えへんもはしご外されたとかクリーンヒット的なのないんですか自分の中で自分の中で俺今うまいこと言ったな、ね、<laughs> みたいな多分ある。 多分あるけど、全く思い出せない。はいはい、そうか。背中に条件反射で出てる。もうすっごいベタベタですけど、お昼呼ばれてきますはパクってます。ああ、やっぱ西の人間としてはさ。普通に言うじゃない。言います、言います、お昼呼ばれてきますって言います。あのご馳走になるを呼ばれるってね、西が普通に言うんでね。 あとヤングでぬみたいなヤマチンが四千円で売ってくれってねあと人生格変なあれもヤマキに隠られてるからろう山木さん買いっぱい縦に書いてパクリじゃないって言うからねよく書くこれいいですよヤングさんとかって言って本当にサイン自分で人生かけて縦に書いてるもんねあれパクられとんなすごいなパクリ上手とかもらうの上手ですね 何でもパクリますよ。うん、うまい、うん、泥棒ですよ。うん、本作さんとかもありそうだけどな。 あるよいっぱいあるよ全然思い出せれんけどな今な全然思い出せないですよこの前はね「あの奴隷魔術のなんとかかん」とかいって幼児性愛者をこううの大のモチーフにしてなんかもう俺に「ありえ!」みたいな「俺もロリコンなんか絶対も金輪際絶対無理や」と俺あんなんやるぐらいやったらうんこく」<laughs> <laughs> <って> <laughs> 意味わからん。意味わからんでも面白いんだよね。笑っちゃうもんね。でもそれなんかそのパクって使う場面がない。場面がないですよね。こんなんするぐらいやったら全然意味わからん。バカばっかりですよ。意味わからんのですよこの会話よね。皆様じゃ気になった名言とかあの低かったワードがあったら我々のだけじゃないくていいんでね。 あの送ってください。それを魚にね、あのわれまたお話ししますからね。はいはい。動画のコメント欄とかにもね。書いてもらったりとか。あ、そうだから、ヤングのなんか刺さった言葉とかね、何が刺さるかわからへんやん。ユートルソバから忘れていくんだからさ。確かに。ね。毎回動画見て、刺さった言葉コメント欄残して。はいはい。ね。なんか多いような気しますけど。ね。そういうのもお待ちしてますよと。 いうことでございます。よろしくお願いします。マリンの彼氏には何をあげたらいいんですか。マリンの彼氏には特に何もないですね。分かりました。もうここはね特別にマリンの彼氏には一億のキーホルダーあげます。喜べマリンの彼氏ね。納めください。はい。収めください。続きまして。続きましてイラスト届いてます。イラスト紹介したいと思います。ネルネームノリーロットンさんのお便りでございます。ノリロットさん。 ヤングさん、レオコさん、税イのスタッフの皆様、お疲れ様です。はい。いつも楽しい配信ありがとうございます。うん、下手ながらイラストを書いてみましたので、送ってみました。うん、とのことで、こちらでございます。はいはい、これやばないな。<laughs> <laughs> おばさんやん、これ。えおばあさんやん,なんか。<laughs> やなんかに似てる。これ。た。 LSD やってんですかね。いやそんなはっきり言わないで。幻覚がだいぶこれおかしなことになってますよこれ。リングさんにも似てるけど何か他の何かにもいやこれ誰やこれ本当これおばあさんおるよこうい呼ば。いるね。いるいるな。ちょっとちょっと怖いおばあさんやでなんかおごと言われるなんか。そうですね。この背景がやばいわ。確かに色味がすごい。どうなっとるこれ。 なんかビルが逆になこれ一応ヤングさんが好きなニールヤングさんのアルバムの絵にヤングさん落とし込んでみました。ああ、これあれですよ。だからこれはニールヤングがのファーストアルバム。へえ。あのイラストのね、多分出てると思うけど、通常にあるんですよ。あ、そうなんですね。確かにそれや。えちょっと待って。探せばある。あるあるある。 あれこの部屋のどこかにあるああるこの中のあの辺のレコードの中に絶対あるけど絶対用佐がさん絶対用佐賀さん <laughs> 私はこれが誰に似てるのか探し当てたいな <laughs> <ー>超似てる俺暇田急作かと思ったもん、ね、<度>私は下高劇かと思いましたけど <laughs> あー確かに下高劇っぽいっ <laughs> <え>あー下高劇や <laughs> まあ色こっちの色味に引っ張られちゃってますけどね、うん、下高劇はあらららららら 似てるは似てる。橋田須賀はちょっと違いますもんねでもこの白髪のなんかこの雰囲気とかすごいうまいですよねはいはい、はい、白髪の雰囲気薄いシルバーでちょっとこう縁取っててあこれこれあちっちった。この赤い紅のこれですよこれわ本当だこれうんでもあなるほど、ね、こっちの方が色味がマガマガしい これね「ローナー」っていう名曲が入ってるんですけどいちご白書とかでも使われているこれはね全然売れんかったやつなファーストなぜファーストにしてきたんだろうじゃあこれがやっぱラリリ感がやっぱこう俺 LSD かって言ったのちょっと合っとるやんなあ確かに。

言われるまでわからなかったです。ニールヤングのファースト。ノリロットさんに何差し上げます。ノリロットさんにこれあげます。ババーンヤングチャンネルキーホールだ。いえい。収めください。納めください。これ多分ねパンクが好きなんですよ。ジョンライドンのジョニーロットンのことをはいあのノリロットって。じゃあなんとかノリさんとかなんでしょう多分ねそうだと思ってますよ。 ではもう一枚ちょっとイラストを紹介してお願いします。ネルネーム宮城の数過去巨乳好きさんからでございます。宮城の数はいあのよく来店でお会いするおっぱいとにかく大好きこれカズーブラザーズっていうあそんなあの数とは関係ないですか？生ま関係ないです。多分数なんとか数王とか数スターとかだと思います。数とは関係ないですね。ヤングさんレオコさん一岡さんを一生懸命書きました。一岡さんいません今日は。すいません。はいよろしくお願いします。はい こちらでございますおこ写真りもうちょいさ、もうちょい上からとかさ、なんか、渾身のね、一生懸命書いてくださったことは伝わるんですけど、なぜ、うん、この影、影がめちゃめちゃあ森本さんがすごいですね、はい、レオ子さん。はい、で、なぜかレオ子さんが、パイバーグって言ってるって、あそれちょっと別の番組で言ってるあ言ってるじゃんことか。 なるほど。言ってはいるんですけど。ハイバーグ師匠ですか。はい。あの。パイバーグって言うんですっ言,っ言ってるんですよ。私 <laughs> あ、じゃあ、それは意味あるんや。はい、え、そうなんです。それは意味あるんですけど。うん、すごいよね。うん、すごい私、強そうだな。強そう。アマゾネス。アマゾネス感がありますよ。だただ、これを。これを画面上にのっけたところで、ちゃんと見えるかどうかっていうの。そう、ね、鉛筆で書いた上に。ちょっと白飛びしかかってんですよ。<laughs> 一岡さんもやばいなこれな。一岡さんこれ絶対あのタイムやってますそうですよね、タイムやって、あと一歩で魔法が使えそうで、ね、あ使えそうですね。 ちょっとハリーポッター感もあるし、公演時間もあるし。むちゃくちゃやな。だから公時のハリーポッターみたいな感じ。なるほどね。そう、何かをね、何か魔法が。使うん、そう、何かの魔法が使えそうです。まあ、カレー屋やってそうですしね。ああ、もう公演時から離れなさいよ。だら、出られないんです。わからない。中央戦争のサブカル地獄から抜け出てください。この間、一瞬抜けられない。ああ、なるほど。え これか、ありがとうございます。はい、ね。ヤングさん。え、ヤんは。何、ね、とも言いようがないです、ね。ヤングさん。なあ、ヤングさん、じゃあ、ヤングさんやな<ー>みたいな。なるほど。 なぜこんなに歯を丁寧に描くか。言えることがない。そうですね。すみません、すみません。私にたっては、股のところスカート短いですからね。本当ですよね。本当ですよね。あの、ここが股だとしたら、スカートの上がここになってますからね。わかめちゃんよりすごいです。わかめちゃんよりすごいです。すごいことになっている。ね、うん、ありがとうございます。なんか味があって。はい。ですね。こういうのもお待ちしております。あげましょう、何か。あげましょう。えっとね。 これはねイラストがあまりの素晴らしかったんでええ岸本のキーホルダーまあ巨乳好きなんでねああそうですよね岸本くん巨乳ですから岸本さんがどんどん巨乳になってってるんでねヤングさん目指してるでいいのほんまえ横六に体験でしたです。スイーツ親方ですよねヤングさんでもおっぱいだけじゃないですかなんかナイスバディなのおっぱいだけでやらー他の取ってないのおっぱいだけあるこれあげますはいありがとうございますありがとうございます <laughs> ちょこれなんかちょっと触れづらいかもしれませんきますねはい、えー、デルネーム小屋千穂おしさんからでございます小屋千穂はい小柳さんと岡田のちほちゃんのことかなと、はい、ああ、小柳さんと岡田ちほちゃんね小屋千穂押しさんからでございます押、はい、してるんや、はいえー、ヤングさんレオコさん税堂の社員の皆様初めてお便りいたしますありがとうございますいつも楽しく拝見しています、はい 私は某演者さんをしていますが、うん、なんで某にしたって言今言うたよね <laughs> 今はっきり言いましたよねおしていますがあまり来店には行けていません、うん、中には平日だろうが休日だろうが構わず通っているファンもいるようですがいるいる え所詮我々は一般人であり節度がが必要だという持論があります演者さん方はあくまでお仕事として来店されていらっしゃるのであり、うん、え素人が土平術に毎回顔出しで行くのはいかがなものかと思っております。 ヤングさん、レオ子さんは演者さんですが、こんな考え方のファンはどう思われますか。ええ、なんか。そんな話な。<laughs> お<う>なんか,か<う>、<laughs> なんで読んだそれ。<laughs> <laughs> <laughs> なんか、なんで、なんでこんなに怒ってるんだろうと思って。<laughs> 人それぞれが好きにしたらいいじゃないですか、そんなもん。なんとなくその通えてる人のことが羨ましいやかんでるんですかだったらまだ分かりますけどじゃあ、有給取るのも一苦労なんだよみたいなそういうことだったら分かりますけどまでもそしたらそうはっきり書いてもらいたいですよまままああ確かに羨ししくてょうがりせんちょっとにじみ出てる感じがしますけどねただ、の言い草としては節度が必要なので。ね だって会いに来るのは節度を守って会いに来てるわけですからなんだったら別に毎回来てくれた方が嬉しいまでありますからねそうですよねうんでもまあ何の仕事してるんだろうとはちょっとうっすら思いますけどねでもうっすら思うだけでもちゃんと仕事してんのにしょっちゅう来てる人いるもんだよねでもねそういうと大が夜勤ですねああ夜勤の日確かに夜勤の人で夜勤明けで来ましたとか今日これから夜勤ですとかいう人が結構いるから そそれ聞いいてててっとしますすあああうでよね働るみたいなそうですよねだって我々の界隈にはいないですけどよく取り沙汰されてたのが生活保護もらってて追っかけやってるみたいなどうなんやみたいなそれはね別に悪いとは思わないよ別に俺だめだとは思わないけどさすがにちょっと罰悪いやろっていうか。ころが。 あんまり具合よろろしくないやってう来店のきっかけになっちゃってるわけですしねそうそうほんでもう追っかけ続けたいからも働かないとかねそうなっちゃうとちょっとねまあなんか親が太いみたいなああそれは別にねお好きにすればねうんいいですしの親ももっと金持ちやったらなあってこの年になったら思わないですけどねもうねささすすががにに 親の金って気にしたことないです親が金持ってるか持ってないかでも逆に貧乏じゃないから気にならないのかもと思うねだだって本当にカツカツだったらねそうそうそう気になっちゃう親が悪いんだけど今月ちょっとみたいなありますもんねそら確かにないわそれは。と思うと。 とのことでしたなんかすごいもうなんか確率の仕方がもうわからないわからないわからないです私はもそうそう俺が思ってるのはメオコなんでそれ読んだって今思ってますよ読む前からこれいいんかなと思いながらちょっとねちょっと読みまだからあの小柳さんも千恵ちゃんも会いに行ってあげてくださいいや本当に本当にぜひぜひ行けるのねうんいや行ける範囲ですよもちろんそうだそうですよはい。 そんな何さんでしたっけ。えっと小矢地域おしさん。ああ小矢地域おしさんにはね、はい、取っておき、うん、ヤングチャンネルのシールをあげます。はい <laughs> <laughs>、ね、素敵なシール貼ってください。はい、これを貼って小矢地域ちゃんに会いに行ってください。うん、はい。あそれ何って。うん。 触れてくれると思います。であいつらこれがヤングチャンネルのシールだって絶対知らないですからあいつらって言われたということではいなんだかふわっとした終わりですよねちょっとふわっとしてしまいましたねでも足りたそうなんであよかったはい終わりでしょありたことがないよりですということで今回も無事取り終えることができました次回もまた楽しいお便り紹介していきたいと思っておりますます今回5年で終わりでございますご視聴ありがとうございました失礼します 今回も最後までご覧いただきありがとうございますよろしければチャンネル登録お願いいたします面白かったらいいねボタンもお願いします社員一同の命運がかかっておりますぜひまた見てください